今方、反白の維持の前のごとき、その国日本には、源氏と平家と、二つの大きな家の、この二つの家のあたし、戦争が始まった。はじめは平和な強気だわ。だんだん源氏の強気だわ。京都に兵を、だんだん裏、今の山の空地の隅の水、というところまでにて、最後に、旦那だの海の間で戦う、とうとう平家と負けた。平家の指導人は、女も、戦前のこと、海に飛び込んで、ほとんど死んでしまって、この旦那戦う、死んだ平家と、幽霊に立って、海に出てくる、幽霊は、泳いでいる人は、海の中に、日本人は、夜、海の鬼人を呼ばしとし、人々、驚かせた。そこで、幽霊あねしな、海の近くと、阿弥陀寺と寺の隣には、墓も叩く。墓の石に、海で死んで平家と、名前方が、それ方は、幽霊が、少なくがなかった。